ケシクオロクは15世紀後半におけるオイラトブチョロウス氏の主張である。エセンハーンの孫であり、オイラトブ族連合主長の地位を継承したが、ライアンハーンとの戦いに敗れて衰退した。エセン大使の会知事は、モンゴリア全域を支配したオイラトブ族連合であるが、エセンの死によって大幅に弱体化し、モンゴリア西北に筆測することを余儀なくされていた。エセンの息子で、 オイラと部族連合首長の地位を受け継いだオシュテムルは、オイラとの勢力を再建し、モンゴリア東方の有力者ボライ大使やモーリハイオンが、内部構想によって弱体化すると東方に勢力を拡大した。しかし、オルドス地方を中心に、ボルフジノンやマンドゥルンハーンが活躍するようになると、オシュテムルの行動は記録されないようになり、聖火14年には、 オシュテムルが亡くなったことが明朝に伝えられた。この頃に、ケシクオロクがオし、ユテムルの地位を継いだと見られる。オシュテムルの死よりほどなくして、東、モンゴルでは、ヨンシエブ部のイスマイルと、モンゴルトゥメト部のトゥルゲンガベグアルスランを殺し、バトモン家を擁立するという事件が起こっていた。イスマイルは、ダヤンハーンを区別として、実権を握ったが、やがて成長したダヤンハーンと対立するようになり、 聖火19年にイスマイルは、破れて、西方のハミル方面に逃げ込んだ。ダヤン・ハーンとイスマイルの対立が始まった頃、オイラと部族連合を率いるケシクオ・ロクは、友好関係にあり、聖火20年には、ダヤン・ハーンとケシクオ・ロクが協力して、明朝に進行しようとしていることが、明朝朝廷に報告されている。しかし、生二22年に、 イスマイルが当時ハミル方面に進出していたケシクオロク率いるオイラト部族連合の元に逃れると、ケシクオロクはイスマイルは手を組みダヤンハーンとの関係は悪化した。ダヤンハーンは正方に逃れたイスマイルに対して攻撃の手を緩めず、同年のうちにケシクオロク並びにイスマイルは廃止した。モンゴル年代記には、 ダヤンハーンと即位したばかりのマンドフイハトンが二度、オイラトンに遠征したことが記されているが、このオイラト遠征の一部は、下宿をク討伐を指しているのではないかと考えられている。下宿を6の死後、その部下は、下宿の弟アシャをその後継者としようとしたが、もう一人の弟であるアリグラがこれに反発し、自身の配下を率いて、民猟近くに移住した。 これ以降ダヤンハーンの勢力はさらに拡大し、オイラト部族連合と明長との交流は断絶することとなる。ガワンシャラ部長、ヨンオイラト氏は、チョロース氏族長の一人として、ケシクオロクの名を挙げており、これが明長が記録した、カツシツ、カツシャに相当する。ヨンオイラト氏は、オシテムルに相当するオシトモイダルハンノヤンのヤシャゴを、ケシクオロクとしているが、 オシテムルとケシクオロクの活躍年代からして、魔の三代の存在は疑わしく、実際には、オシともいの息子が、ケシクオロクであると考えられている。ありがとうございます。